川森康之助は、昭和時代前期の政治家、実業家、衆議院議員、大阪府堺市長、堺市、百万都市生みの親、竹内本兵衛の三男として、茨城県に生まれ、後川森又三郎の養子となる。1909年東京高等商業学校本科を卒業し、後専攻科を修行する。1921年広島県呉市に、合資会社、 川森商店を創業し業務執行社員を務める。翌年の1922年には有限責任社会、工業信用組合を創立し組合長理事となった。他、酒井上油製造業市会社業務担当社員などを経て、川又上油社長、南海土地建物取締役、川森商店監査役、大尾塩が合同で設立初代社長などを歴任した。 1925年1月、堺市会議員に当選し、同議長、堺商業会議所副会頭などを経て、1933年4月、堺市長に就任した。その後、1942年4月の第21回衆議院議員総選挙では、大阪府第6区から、翼産政治体制協議会の推薦を受け出馬し、当選。その後所属は、翼産政治会、 翌朝議員同士会、日本新保党と変わった。衆議院議員を一気務めた。その後、翌朝議員のため公職追放となり、1951年に追放解除となった。太平洋戦争後も公選で、堺井市長を1955年5月から1971年4月まで務めた。大阪湾を埋め立てた堺井戦国。 臨海工業地帯の工場群第13代市長として人口30万人台の1961年に堺市100万都市構想を表明した。堺市の北西部の大阪湾岸を埋め立てて工場を誘致し南東部の山間部を切り開いて住宅地を造成することで人口100万人の大都市を目指す構想で実現した際市民税を無料にすると語っていたという。 川森の堺市百万都市構想は、後継の市長和賀道武雄により1976年に、政令指定都市昇格を目指す構想として、正式に発表された。同年、山間部を切り開いた、住宅地仙北ニュータウン入居も始まり、堺市の人口は急増し1983年に80万人を突破。2005年に、三原町と合併し、翌2006年に、 政霊指定都市に移行している。ありがとうございます。